魂。どうも、ネイチャーバーガーの笹本です。今日はですね、キューバンガイレトロのお二人に、私魂の男が考えた魂のゲームを、持ってまいりましたので、みんなで楽しくエンジョイ魂していきたいなと思うぜ。インザジャックポット、フルテンションコースでいただいちゃおうよ。いきますよ。はい、いきますね。はい、バーベキュー、肉焼き、魚っけ楽しかっちゃう。何だっつった。肉焼き、ここいい、魚っけ、けって何。だからでもこのリズムで出しましょう。で、このリズムで魚焼けなんですよ。魚焼け、そっちの方がひどかったら平均点超えたら勝てるんで。楽しかっちゃ、楽しかっちゃがマジでいいやつか。じゃあいいの出てるけど、肉焼き、よし、いや、よかった。いや、もう何番つぶした。何もよし。ゼロ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 。ちゃんと肉焼きのとこいきますよ。はい、初めてのキス、少しね、素敵な宝物。よかったんじゃん。山口さん、情緒じゃん。情緒。そんなんだ。山口ちょっと遅かったっすね。俺、ちょっと遅かったし。宝物。星さん、ちょっと微妙だったな。え、魚系やで。飲んで。いや、ちょっと待って。やめてください。少しね。少しね。少しね。素敵な。素敵だかな。繋がってないんだよな。いやいや、繋がってんじゃん、めっちゃ。少しね、酸っぱいとか。なんで。少しね、酸っぱい思い出だとか。あでもさすがにごめんなさい、勝者こっちです。いやー、でも綺麗、こっちの方が。マジか。いや、魚系は出てこない方がいいって。いいの、エグいよ。魚系で一番場所がないか。後からは何ぼでも言えない。確かに。後からいろいろ思いつくの。その場だから、その場のあれやから。肉焼き、魚焼きみたいなこと言いたかったのよ。無理やもんな。そうなんだよ。魚もでも、カプセル。ああ、そっか。でも僕やっぱ皮入るとか言いたかったっすけど。なるほどね。あー、もうひどいけどな、俺。夏でもひどいよな。なんて言ったっけ、なんて言ったっけ、楽しかっちゃ。基本的に、どこの方じゃん。もうこの、どこの方じゃん。魚焼きに光を引っ張られて。楽しかっちゃは結構エムボイミーやけどな。一人の人が喋ってるみたいなまで行こう。もうその、そうしよう。そうそうそう。で、何ですか。何言ってんの。はい、行こう、行こう。行きますよ。ディズニーランド、身につけ、皮つけ、夢を見る。よっしゃいいよ。よっしゃー、いいよ。なんて言った、なんて言った。身につけ、身につけ、皮つけ、夢を見る。もうすぐ違ったじゃん。皮つけって言ってこれ何。ちょっとマスクみたいなやつあんじゃん、あのね。あんまり、あんまりマスク、あんまり全身マスク見たことないな。かぶる。やっぱそっちやってからのもん。そうよ、そうよ、そうよ。もう完璧なんだします。夢を見る、夢を見るですよ。夢を見るですよ。いいね。悪くはない、悪くはないね。うん、夏休み、楽しい、虫取り、外見てる、楽しいよ、もうご飯。これは楽しい、これはちゃんと、これはさすがに行ったっしょ。外見てるはエグいジョーカーだ。まあね、全然そのあれでしょ、虫取り、虫取りの方を見てるからでしょ。外見てる、結構年とかそういうの感じるね。子供たちが食べるのを、そう、見てる。めちゃくちゃ正直だから楽しいがものすごい邪魔だった。あー、もったいなかった。楽しいが、楽しいが、ごめんなさい。じゃあ、翔さん、こちらの方。しゃーどっち最初に、じゃあ俺が行きたいよっていう方。はい、はい、よし、俺は以上。じゃあ、じゃんけん、じゃんけんして。じゃあ、じゃんけんして。最初はグー、じゃんけん。はい、どっち。ちょっと後回し。高校で。高校だな。なんで、なんで先行やりたいんだよ、それ。高校で。なんこれ、気持ち変わりました。だって、これ、楽しかっちゃやろ。楽しかっちゃ、ワクワクしてる。楽しかっちゃ、どっち。ワクワクしてる。大丈夫。じゃあ、勝ちに行ったんで。はい。行こう、行こう。ちょっとかかる気に。勝ちに行ってる、勝ちに行ってる。大丈夫。そっちからです。よし。大丈夫。行きましょう。はい。ポンポンポンで行きますか。行きましょう。行きますよ。はい。文化祭。ペイント。花見て。伝説へ。ちょっと俺、まあまあよくなかった。ペイントだから、中でも花見て。
伝説なんですよ。伝説だのする ドラクエみたいな。じゃあ勇者や。伝説の花とそのフラワーの花をかけてるから。え？ちょっと消え。口では何とも言えんのよ。そうそうそう。超えられんのかって話は。ギリギリ繋がるから。これ文化祭にはまあギリギリホスさんが沿ってるぐらい。全員いったよ。これは普通でやれば勝てる。分かりました。落ち着いて。次やろう、普通にやろう。いきますよ。はい、お願いします。体育祭走るぞ、負けない、靴磨け。いいよ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 。これどういうことですか。走るぞ負けない、いいよ。で、すっごい走って、負けないぐらい走って、靴びちょびちょ汚れて、そう、靴磨け。おれ、いや、そ、意味わかんないです。負けたチームにドローで、もう一回やる。普段でしたっけ。ペイント鼻見てドロー。うわー、今のは勝手だよ。やっぱせっかくだから気持ちよく終わりたいです。そうです、確かに。はい、行きます行きましょう。ラーメン屋レンゲで動きを外食べた。これはいい。でかくしたな。よかったよ。すげえワクワクしましたもん。ワクワクした。俺もさ、すげえワクワクした。コスキーで行くやつだし。やばい。すごいよ。お客さんもワクワクした。全然わかってない。そう、食べた後の外窓を描いたから。どういうこと。外食べたでしょ。だから、その逆、その、統治法みたいなやつやん。意味がわかる。どういうこと。レンゲで。動きを食べて、外出たのを、外食べたに、おしゃれ。外食べた。てか、食べて外出たを、外食べたに、5文字で就職できてきた。もう、さっさとやって、勝とう。勝ちましょう。これは勝つ、これは勝てる。さらさん、お願いします。オッケー、これは大丈夫。繋いでくれ。はい。2人の聞いて、ちゃんと俺はそれ、元にして出すから。わかります、繋いでます。完全にゼロです。外さないから。大丈夫ですか。うん、はい。いきますよ。放課後、オレンジ、帰りに道だ。もう最悪帰ってたよ。ちょっと最後に来て、ちょっと何つったの、何つったの。帰りに、帰りはめっちゃ良かったっすよ。これは夕焼けを表した。でしょ、オレンジ、帰りで、オレンジ帰りにめちゃくちゃいいね。何つった、道だ。最悪。なんで